私たちがよく耳にするのは3歳までが非常に大切だと、はい、なんかそこまでのね、教科の内容に重要だっていうことを聞きますけど、それはそうなんですか、そうなんですかと、その意味はどういうことなんでしょう。よく聞きますよね、3歳まで、はいはい、それはどういうことなんでしょう。例えば今あの人生80年時代ですか、まあ、その80年のうちの80分の3という考え方をすれば、本当にその3年間くらいしか母親と子供が一緒にいられる時間というのは少ないんですけれども、ただ別の考え方をすれば、子供という今生き物が母親以外の人間に愛されることも大事じゃないかって思うんですよね。それがやっぱり子育て支援であり、まあ、保育園であり、託児所かなって思うんですよ。それが3歳までが特に大事ってことですか。そうですね、聞くけど、じゃあ3歳までむしろ大勢の大家族の中にいた方がいいんですか。そうですね、いろんな経験もできるし、で三つ子の魂100までもっていう言葉がありますよね。やっぱり3歳までの経験とかそういうものはその子の一生を左右するオーバーですけれども、なんかそういうことをよく耳にします。そうすると3歳各家族の方が、あの団地かなんかにいらっしゃる各家族の方があまりお付き合いを隣ともないような方が、3歳前につまり1歳ぐらいで保育園に入れて、ご自分は働き会社勤めしているというのは、どうなんでしょうね、どうなんでしょうね、今の話からすると、やはりでも母親がおかしくなっちゃどうしようもないから、そうですね、その辺が難しいことなんでしょうね、それで行政とかはさ、子育てサークルとかそういうこう、そういう支援というのは結構あるんですよね、親子でこうサークル的なものとかそういうものに支援はあるんですけど、私たちは結局なんていうの、お母さんの支援をしたいんですよ。子供もですけれども、お母さん方の母親側からの支援ということで、お母さんの気持ちを楽にしてあげて良い育児をしていただこうということで、親子は別々な感、少しでもこうそういうふうな時間を取ってあげて、お母さんという気持ちをもう一度、なんていうのかな、常にお母さんじゃない独身時代に戻って自分の時間というものを持っていただきたいっていうことでまずそう、はい、そういう意味で、そういう意味で、はい、子育て支援、これはアップでさ、はい、こういう感じでちょっと詩を考えてみたんですけども、私がちょっと待ってもらいました、はいはい、どうして これなんですけど読んでみていいですか、はい、ママの笑顔が大好きだから、ママいつも笑っていてね、優しいママが大好きだからいつも優しいママでいて、元気なママでいてほしいから、たまにはのんびりしていいよ、子育て支援ハッピーキッズでママハッピーって感じで、こういう感じで作ったんですけれども、意味が分かってもらえますでしょうか。本当にお母さんたちの方の支援をしていく子育て支援でありたいっていうことで、それで、今言ったね、お母さんがまず健全健康、ね、すがすがしい気持ちでないと、まあ、結局子供もにも良くないということが趣旨だと、いうことなんですけど、これはお父さんの役割っていうのは今全然触れてないけど、そうですね、お父さんは、昔のお父さんは、まあ、子供は母親任せ、自分は世の中に出て、まあ、活躍するっていうか、ね、で最近はお父さんも一生懸命若い人がやってますよね、はい、ニューファミリーとか、はい、お店も変えたり、はい、ね、ますね、そういうことはとてもいいことですよね、はいはい、そうですね、まあ、私たちのジェネレーションだと想像できないことですから、はい、あなた方の旦那さんはどうなんですか、 どっちのジェネレーション、つまりやってくれる、ちょうどね、うん、その世代の変わり目、変わり目この辺からかな、そうちょうどこの後の家族たちはニューファミリーっていう感じで、本当に買い物行くのにも家族一緒、どこへ行くにも一緒って感じで、私たちの年代は家族行くんで、買い物行くんだったら私が行くから見ててみたいな感じで、ちょっと別々にって感じで、動いてる、そう、はざかいきだと思いますね。今見てますと買い物行ってても本当家族で歩いてますよね。あなたのところはちょうどその中ですね、境目、はい、中上さん、はい、どっちそうですね、うちはやはり家族で
行動していたのが多かったでしょうか。でも主人の帰りがやっぱり会社が終わるのが本当に遅くて、子供の笑顔、笑顔じゃない、寝顔、子供の寝顔で見て、あ、今日も一日元気だったみたいだなって感じて、そういうことを。そうするとジェネレーションとしてはですね、今のニューファミリーの若いお父さん方はね、お皿も洗う、はい、交代で食事も作る、はい、もちろん洗濯もする、はい、おむつも替える、はい、お風呂も洗う、はい、いうのと違いますね。そこまではお皿を洗ったりとかはしないんですけれども、休日はお買い物一緒に行ったりとかで、時間があればちょっと子育てを手伝って、本当に手伝って僕たちのジェネレーションと全くの無関心とは違う、はいはいはい、それよりはちょっと、今の若いのとまた若い人とちょっぴりですね、うん、松本さんも。そうですね、うちはどちらかというと、うん、まあよく手伝ってくれる方ですよね。で、まあ、それもやっぱりその子供が生まれるに従って子育てに手を出してくれるというか、時間がある限りは、まあ、おむつも替えましたし、お皿も洗ってくれましたし、でそれからまあ次に一度くらいかな、私の、精神的なものを取り除いてくれようというので、子供を3人自分が見ながら、私にはまあお買い物してきていいよという感じで、まあ、私に対するリフレッシュの時間を作ってくれる人なんですけれども、まあ、どちらかというと、まあ、ニューファミリーでもないんですけれども、子育てに対する理解はあると思います。子育てをね、一生懸命お母さん方がしても、それには収入はないんでね。そうですね。これが問題だね、社会のね。でだから、まあ、保育園に預けて働きに出れば収入がある、収入があればそこでもちろん何か買い物もできたりできますよね。またその2人の収入がないと、例えば住宅のローンがちゃんと払えていけないだとか、そういう経済的な理由もあって働いているお母さんも大勢いると思うんですけども、本来ね、主婦業とか子育てとか月給100万200万の値打ちがあるわけだよね。そうですね。そういう認識は我が国の行政、政治家を筆頭にね、あんまりそういう認識ないですよね。ないですね。ほとんど本当は子育てをしている家庭にはね、子育てね、なんか支援しいんだけど、でも今は扶養控除もなくなるんじゃないかということですよね。だから子供を育てるのよりも外に出て経済的に豊かになった方が奨励されるのかなっていう。でもね、人口が減っていくと変わりますよ。変わりますよね、うん、人口が減っていくとね、やはり何とかしなきゃいけないでしょ、だから子育てには次々、ね、お金もちゃんと、そうですね、子供一人産んだら、そうですね、そうですね、そういうふうに当然なっていくと思いますね。そうしなかったら本当にどうしようもない。そうですね。そういうふうにしてもっとね、もっと昔から本当に理想に言わせてもらえば、もう太古の昔からね、主婦の仕事というものは有価値、要するにちゃんと評価されるんです、はい、ね、夫が出世してどっか取締役さんとか社長さんになってとってもお金をたくさん稼いでくるよりも、あるいはそれと同じようにね、評価されるというふうになっていれば世の中随分変わったんでしょう、だからその辺がちょっと、まあ、やっぱりまだ不公平だよ ね、 そうですね、不公平だと思いませんか、思いますね、男女まだ不平等でしょ、そう思いますね、いろんな意味で、はい、そうですよね。ここなんかではね、ゆりかごから墓場までってよく言われて、本当に子供が生まれた時からまあ、亡くなる時まで、人間として亡くなる時まできちんとその福祉が充実していて、ね、安心して生活していけるっていうレベルが、まあ、それはね、私もスウェーデンにもストックホルムに行ってね、そういう女性と話をしてもらいますけどね、とっても税金が高いのよ、ベラボーに収入の 50% ですよ、それでやってるんですけどね、でもそのだけどその問題とね、そのスウェーデンのいわゆる離婚率とね、それから離婚の母、クラスのうちの 40% はもう、お父さんの
いない子供だよね、シングルマザー、ちょっと矛盾してるような感じもするんだけどね、日本もこれからそうなる、そうですね、増えてくると思います。子供は欲しい、はい、夫はいらない、うん、夫はただ邪魔なゴミだそういう感覚が日本にはこれからあるかもしれないけれども、まああのあれですね、このハッピーキッズの活動によってね、少しでもそのお母さんの中のストレスが、ね、たとえ1時間そう、はい、ね、はい、解消すれば、うん、今このここにある ねママの笑顔が大好きだからね、うん、ママいつも笑っていてね、これができるわけですね、できるわけです、そうです、じゃあそれをぜひ、はい、続けてください。そしてまたあの僕の特に中心によく買い物に行く方とか、そういう、まあ、この辺の、甲府市全体そうですね、でも、まあ、岡島とかああいうところは遠くからも来るんでしょ、そうですね、ちょっと稲崎とかじゃ、わかりました、じゃあ、まあ、このインターネットテレビでもこのことを主に宣伝しました、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いいたします、今日は取り留めもなくね、なんか私も勝手なことに失礼しました、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、ご活躍を期待します、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、それでは皆さん、次回をお楽しみに。さようなら。山梨の知りたい情報、山ほど満載サイト。山梨知るなら、ハロー山梨。